では年越し38時間生放送を超えるテレビを足掛け3日間にわたって、さあすでにゆっくりと浮かび上がりました。30センチほど滝沢くんの体が浮かび上がっています。さあ両方のしなやかに繰り出される両手の動きに合わせまして、今50センチほど体が浮いています。そして今度は右手に持ち上げられるような感じになりまして、背丈分ほど高さまで体が上がっています。浮いています。今度は体をクロスするような感じになりまして、若干滝沢くんの右手が動いています。まさかビルの端っこまで行って、今度は左の方向から右の方向へと動きを変えています。ちょうど後ろに広がります東京の夜景、いつもより少し鈍く光っている東京タワー、あるいはその向こうのレインボー。